おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきましょう。よろしくお願いします。さて今日ですね、 SWCC 一次予選終了しましたので、その結果を見てからですね、二次予選に挑んでいきたいと思います。ってことで早速やっていきましょう。ちょっとね、今回は、一次予選9勝できなくて、若干の不安とともにスタートした、SWCC でしたね。アレラフランスがねちょっと厳しくて、うーんっていう感じです。 SWCC 一次予選リーグ、まあでも1位通過できたかな、うん、1位通過、なんとか1位通過だね。でもギリギリですね、きっと多分ね。はい、ということで、一次予選の順位が見れないんかーい、ということで見れないんかい、得失点が見たかったんですが、まあ二次予選挑んでいくんですが、一応ですね今回、中突破、前回のルーコック・デュ・ブラボールからアレラ・フランスに変えてます。センターフォワードはハリー・ケインにしてて、エムバペ・リベリーを両ウィングで、ジョーダン・ヘンダーソンの効果テスト前線3人にバフかけるような感じですね。で、ライカールド・ポグバで、ここセルジュ・ロベルト、チアゴ・バラン、チアゴ・シューバ、ロベルト・カルロスってやってます。で、ここセルジュ・ロベルトにしてるのには重要な訳がありまして、というのもですね、私あのバランすごい、まあ、気に入っててね、いい選手だなと思ってて、できればただね、チアゴシューバのところに強い選手が欲しかったんですね。っていうのも、ネイマール、うん、ポジションと当たる以上、やっぱりこっちってね、ネイマールがいるポジションなんですよ。で、ネイマールがマジで強くて、ネイマールのドリブルでほぼほぼ、今、セレソン・ブラジレイラとかとやったときは、点決められちゃうっていう状況なので、ライトサイドバックにね、一人優秀な選手を置いておきたかったっていうのがあります。なんで一応ね、セルジュ・ロベルト、私の持ってるライトサイドバックの中ではかなり優秀な部類ということで、セルジュ・ロベルトを置いてます。うん、あとはチャゴ・シューバ、ポグバ、この3人でどうにかして、カントツ・ネイマール来るから止めてくれっていう感じですね。うん、で、ポゼッションはセレソン・ブラジレイラで行ってます。とね、まだね、実はチーム全部チーム作りきれてなくて、選手交代も設定しきれてないので、急いでやらなければいけないんですが、セレソン・ブラジレイラは、ポジションエディット前回からかなりいじってます。かなりね、自分でも変な形のポジエディにしたなと思ったんですけど、これにもちゃんと理由があって、私の場合はメッシをね、ライトウィングじゃなくてセンターフォワードで起用するんですけど、そうなった時にメッシってあんまりね強くないんですよね。貫突してないので、やっぱ貫突してないとどうしてもっていうところがあるんですが、ただですね、このメッシのいいところって私は、ドリブルシュートパスのバランスがいいところで、フィニッシャーじゃないところなんですよね。フィニッシャーってすぐシュート打っちゃうイメージがあるんですけど、このメッシャーってか、フィニッシャーってワンタッチゴーラーのイメージがあるんですけど、てかやっぱ試合見るとかでもね、結構そういう動きをするんですが、このメッシそうじゃないので、ビルドアップしてもらおうと思った次第でございます。逆にウィリアンがね、まあムービングフォワード同じということで、前線3人、かなり自由に動いてくれるフォワードですので、まあメッシを下げてメッシゼロトップみたいな形でやってる次第でございます。で、サイドアタックはね、トータルフットボールいつも通りのやつなんで、特に説明することはございません。うん、まあ、総合値をなんとかしてね、15万以下に抑えた、私のトータルフットボールです。特に強くもないね。で、カウンターが前回、カウンター前回ね、リー・インビーチビリか、リー・インビーチビリ使ってたんですけど、今回は、ドリーデマンシャフトにしてみました。で、カーンキャプテン特徴を発動させてる割に、カウンターのディフェンダーはあんま多くないです。うん、だからやっぱマルディーニが欲しかったね。これもね、全然寝れてないので、とりあえず総合値を抑えるためにライトミッドフィルダーにツズヤイフを入れるっていうね、マジで意味のわからない采配なんですけど、一応まあね、ツズヤイフを入れてるのに理由があって、まずかやっぱカウンターっていうところと、あとは総合値下げられる中では、まあまあドリブルが高いミッドフィルダーだったっていうことですね。はい、でもそれぐらいかな。これはね、ゾリデマンシャフトとアレラフランスに関してはまだまだ練れてないので、最終予選の前にね、練っていこうかなと思います。ってことで今回2日目ね、やっていきましょう。いや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 、ちょっとね、1日目が正直ね、勝ちきれなかったっていうのが大きいの で、しかもその1日目勝てなかった2つが、まず1つがね、てか2つともアレラフランスが引き分けたんですけど、流行りのフォームじゃなかったんですよね、お相手が。ルーコック・ド・ブラボールじゃなくて、じゃあルーコック・ド・ブラボールじゃない、セレソン・ブラジレーラとか、ロス・カナリーヌスじゃなかったんですよね。で、ベルギー染めとかでもなくて、ちょっとね、なんだったっけみたいな。
オルロビビラだったかもしんないね。オルロビビラだったかもっていうような感じだったので、正直ね、総合値も12万とかで、いやいやいや、これ負けんだって感じだったんですけど、これもね、今相手11万ぐらい総合値で、まあ1点決められちゃったしね、なんかね、やっぱもしかしたらワンチャンルーコック・ドゥ・ブラボールの方がいいんじゃないのって気はしますよね。あの前回ルーコック・ドゥ・ブラボールだった時に、もちろんね、あのアレラ・フランスほど点は取れないんですよ、当然なんですけど、アレラ・フランスの方がもちろん軽い子がすごいあるので、アレラ・フランスほど点は取れないんですけど、でもルーコック・ドゥ・ブラボールでは失敗したことがほとんどなかったんですよね。まあ勝つね、まあ2対0とかなんですけど、まあアレラ・フランスみたいにね5対0とか6対0で勝つわけじゃないんですけど、でもまあそれでもね、やっぱりなんていうの、毎回安定して勝ってくる。まあ当時からもセレソンブラジレイラとかありましたから、まあ、それ相手にも何の心配もなく送り出せる、って考えたらね、やっぱルーコック・ドゥ・ブラボール強かったなと思いまして、ちょっと悩ましいですよね。このサイドアタックもね、一応ルートフリットをキーマンにしてるのかな、だいぶ、まあ相性が、相性次第では勝てるんですけど、やっぱね、カウンターのあれに弱いね、新しく来た433レソルシエだっけ、ちょっともう名前も覚えてないんですけど、あれに弱いで、ゾリーデマンシャフトはレッドバード、今相手なんですけど、レッドバードとかには勝てるんですけど、たまにごくたまにワントップのすごい守備的なフォメがあったの覚えてます。星4監督で一時期猛威を振るったんですけど、でそれ相手だとね、点が取れずに勝てないねっていうことが、よくやっぱりその普段のアリーナ見ててもあるので、ちょっと火力不足なのかなという点が否めないですね。カウンターは、もう逆にね、ポゼッションは安定ですね。サイド相手に今のところ厳しい戦いを強いられたことは一回もないって言おうとしたら、先制点決められていくが、まあ大丈夫でしょう。え、ちょっと待って、大丈夫かこれ。いや大丈夫のはず。 OK、 ネイマール。ちなみにこれ、あのポゼは結構完成されてて、前半でですね、攻めきれなかった場合はカフーに変えてセルジュ・ロベルト入れるんですね。でその時点でキャプテン特徴が、カフーの全体にバフをかけていた守備的なものからメッシの攻撃的なキャプテン特徴に変わるので、後半の方が火力が上がる仕様になってます。逆に、前半勝ってたらカフーを下げずにそのまま守備的に行くっていう感じです。なんでね、結構カフーとメッシでうまくやってくれるのかななんて思います。あ、ちげえわ、プライド・オブ・ブルーだったかも、負けたの。いや最近見ねえなこれとかって思ってたところに負けちゃったんで、ちょっとね、ちょっとアレラ・フランス、ルーコック・ドゥ・ブラボールに戻した方がいいのかななんて思いながら、悩みながらやってる中ではあるんですが、ちょっとね、エムバペライトウィングどうなのって気がするんですよね。センターフォワードの方がいいと思うんですよ。ステータス的にもね、ほらこれも1対0だよ、やばくないですか1対0ってね。えだってこっちは最近の、まあお相手もね、結構まあカンテいたりカカアいたりとかね、まあストニコフもすごいいい選手ですし、しっかり、まあいい選手使ってはいるんですけど、やっぱりねえ、うちの中央突破はエムバペポグバとかって最近の流行りをぶち込んでるわけじゃないですか。エムバペポグバ、まあ、あとはバランいて、ライカールといて、ロベカルいて、デルソンいてみたいなね、まあ全員結構能力的にも特徴的にも優秀な選手で固めてて、かつ1対0っていうちょっと不安が残りますよね。さあ、そうプライド・オブ・ブルーとか、かな、なんかちょっと一昔前の433に、一次予選でもお相手の総合値が12万とかだったんですけど、2回勝ちきれずに2分けということで、まあちょっとね、今回は勝ててるんですけど、それでもまあ、2対0、1対0ということで、あまり安心はできないですよね、正直ね。チェーゴシューバーに変えて、バレッジ、ケインに変えて、ソレサグ入れる形にはしてはいるんですが、一個思ったのは、ジョーダン・ヘンダーソンに頼らずに、スパサブとかにしちゃってもいいかなとかって思ってますね、今のところ。前回のルーコ・クルブラボール、マジで強かったんですけど、トップ2人とも中央突破じゃなくて、メッシと、フリットで行ってたので、メッシフリットであんだけルーコック・ドゥ・ブラボール安定したんだったら、今回もね、まあ
わざわざジョーダン・ヘンダーソン入れて、まあ、中央突破のキャプテン特徴こだわらなくてもいいかななんて思ったりしなかったりでございますってことで、まあ、とりあえずそれでもね、あの2次予選、全勝できてるみたいなんで、うん、3点取ったら変わっちゃうんだちょっとね、あのまだまだポゼッションも、選手交代のところ、練り直さなければいけないですね。まあ、ですが一応、まあ、これでね2次予選、9試合終わって無事に2次予選は全勝ということで、まあまあまあいい調子ではないでしょうか。ちょっとねやっぱりその1次予選で2分け7勝2分けだったのが、少し心配だったので、まあ、なんとか、2次予選は全勝できて、うん、このままね1位通過していきたい気はしますが、まあ、今回ちょっとお相手との相性というかも良かったのかななんて思いますので、あんまりね、なんて言うんだろう、おごらずに、最終予選までにきちんとチーム調節して、またやっていきたいなと思います。ってことで今回ねここまでご視聴ありがとうございました。皆さんね結果どうだったでしょうか。あの結構ね見てるとねダイヤモンドとかやっぱ厳しいなと思いますね。見ててプラチナまでだったらまあまあって感じですけれども、やっぱダイヤの世界ってやばいなと、結構皆さんのねツイッターとか見たりだとか、あとはあのネット上の声を見たりすると思いますので、私よりもねはるかに困難な、ディビジョンでやっていらっしゃる方、本当に頑張ってくださいってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。